長官章は、中華民国、満州国の軍人、政治家。北京政府、法天派の軍人で、後に、満州国で司法部大臣などを務めた。じわメ氏等。日本に留学し、陸軍主管学校大発揮不評家を卒業した。1911年に帰国し、以後、法天派として、軍歴を重ねることになる。法天と督府参議、陳安上昇軍省参謀。 森武将軍公所顧問などを歴任した。1917年12月、国立高徳軍法規教の参謀長に任命される。翌年、中東鉄路高満団警備司令となった。1919年8月には、東北陸軍第19混成たびたび、中東鉄道を守る自軍副司令に昇進している。1921年、貧困陳守氏を兼ねた。 翌年、中東鉄道を守る自軍司令に昇格している。1925年、中東鉄道代理特弁研究施局局長となった。1927年7月、東省特別区行政長官に転じた。長作人が爆殺され、長学寮が後継した後の翌年11月に行政長官を辞している。長学寮の下では、 東北変貌軍司令長官公所軍事参議官兼空軍大理想司令となった。満州事変の勃発に伴い、長官省は関東軍の支援を受け満州国建国工作に参加した。これにより満州国共和会指導部部長となっている。満州国建国後の1937年、司法部大臣に任ぜられた。1942年9月28日、 三義不三義に移動している。満州国滅亡後、長官省はソ連に逮捕されることは免れた。しかし、中華人民共和国建国後の1951年に、反革命鎮圧運動の中で逮捕され、武順先般管ンデに収監されている。以後、思想改造を受けることになった。1962年6月2日、収監されたまま病没。去年81。 ありがとうございます。